と参ってみましょう。針がグレバリの5号、ハリス2号を一披露半、浮きが00号、誘導一披露、おもりは何も打ってないです。そうですね、見えないですよね。あ、いけね。大丈夫です、取ります。すいません。すいません。はい。あれ、あ、入ってないんだ。あ、食っちゃった、なんか食っちゃった。ここで食っちゃった。食っちゃった、なんか。何かが食ってきた。あ、すいません。このまま一旦こう行きますね。僕の、しかもなんか食ったみたいでですね。すいません。しげちゃん、ありがとう、すいません。ありがとうございます。イスズミかな。イスズミっぽいですね。イスズミですね、これ。ちょっと慎重に行こう。あの状態で食ってたって良くないでしょ。すいません。ありがとうございます。イスズミの割にはだな、なんか取れそうな気がするな。ねえ、ああ、行くな、やっぱりもうガンガン行く。これ方向変えずにこのまま行こう。ねえ。多分ね、このまま、根さえ進めなければ。そうですね、ちょっとこっち寄っちゃおう。あ、切れた。あ、切れた。切れた。中入ってた、こっちに。どのタイミングで食ってんだよって感じですよね。ちょっと誘導を完全になくして。あ、ないです。一瞬チラって来るやつはね、一瞬見えるやつ、あれはもう多分一拾ないでしょうね。お、メジナだ。メジナでしょ。いやいや、あっさりです、これ。これですね。このサイズのお腹メジナ。触ってんだよな、あれで。ああ、さっきと同じぐらいですかね。浅いですね。
これがあんまりいるとちょっと厄介ですね。塩焼きサイズのオナガ、ちょっと深場狙おう。水中機の仕掛けに変えて少し深め狙います。ハリスは一広、誘導も一広、重りは打ってないです。当たり行きが G2、水中行きが B。 だけど多分これもコッパオナガですね。コッパオナガだと思います。おれ、そうですね。いやだけどでかいの浮いてるもんね、たまに見えるもんね。そう、どうしましょう。浅いと反応あるけどね、浅くでもうあんだけ食い込まないのきついですね。今2キロぐらいでそのお腹来てもう飲み込んでますからね。上で当たってるんですよ。あのもうお腹は間違いなく上で当たってますね。その下の口と下っていうか一緒に見えてんだけどなねえ、はい、ハリスを 1.75 に落として一広半誘導一広、誘導してない？ああ、なるほど。うん。いや、これ2広ないし、1広ぐらいで食ったと思いますよ。うん、これはね。いや、イスズミですね。イスズミ、いやイスズミですよこれ。うん、ほら、はあ、そうなんですよ、イスズミなんですよ。イスズミ、二段浮きに変えたんですよ。食ってた。いや、ブダイですね。ブダイ。気を。005。いや。イスズミですね。いや、イスズミですよね。もう触ったって思った瞬間合わせないと多分もう乗らないですね。
まれ止まった止まれ、いやわかんない、撃ちた撃ちた、メジナだ、しかもちょっとスレがかりしてるだから強いんだ30ありますかねおっぽに当たってる、だからあの初速が強いんですよ。そう、食わせ方でっていうか、こいつ食ってないんですよそうそうたまたまこれはつけ餌の上泳いでたらバコッと合わされたんです。30あるなしぐらいの眺めだ。なんで。30あるなし。来ました来ました、口太。30あるなしぐらいですね。30はいったと思いますね。プリ。ね、まあ30、32。ね。ハリスを2号。トヒロ。メジナかな、強いな、強いですね。ちょっととりあえず何かだけは見ないと。の野郎、あ、切れた。この野郎って感じでしたね。この流れだけどちょっとやりづらいですね。うん、そうなんですよ。
やっぱりそうなるとやっぱちゃんと餌残ってますもんね。やっぱりピッとこう入ってないんですよこれ。よっしゃ、もうじゃあ水中機の仕掛けに変えました。当たり行きが B、水中機が 2B です。もう少し。行け、もう少し。ああ、めちゃですね。いや、2キロぐらい行ってますかね。だけど、どこなんだろう、これ今どこなんだろうな。いいとこかかってる。いいとこにはかかってました。32、同じぐらいですね。32センチ。全然見えてないですけどね。浮いてこない。あれ浮いてんのお腹じゃないですか。あれまあまあのサイズのやつ、なんかお腹のような気がするな。あ、いますよね。え、あれ別なかも。あ、別な、よっしゃ。これは多分ね、一色半ぐらいで食ってると思います。もうすぐでした。絶対取るよ。お腹だ。お腹です。浮いてますね。もうなんか浮きがちょっと横に走りましたもんね。このお腹はちょっと綺麗ですよこれ。
36あるなしぐらい。もうあれです。35ちょっと過ぎたぐらいです。はい。オッケーです。ありがとうございます。また入っていくな。三の字かな。三の字っぽいですね。だけどね。あ、メジナかな。メジナだ。メジナっぽいですね。三の字、三の字だ。ねえ、三の字でした。こう手前結構。そうです。結構ね、手前にいるんですよ、これ。あ、ちょっと期待したいよね、だけどね。なかなかの言い方ですよ、これ。ああ、ヘッド外れた。外れた。